こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。江戸時代、淡路島は徳島藩の一部だったんだが、今は兵庫県になっている。霊夢は淡路島がなんで兵庫県なのか知っているか？お腹すいた。淡路島バーガー食べたい。今回はそのきっかけとなった悲惨な事件について紹介するぜ。ゆっくりしていってね。まず、事件の背景を戦国時代まで遡って説明するぜ。随分昔ね。淡路島バーガーはいつになったら？慶長20年、大阪の陣の先行により、徳島藩主八須掛が、淡路島を与えられたんだ。そして、淡路洲元城代として入城し、江戸時代を通じて淡路島を統治したのが、この事件の主人公である、徳島藩筆頭家老の稲田家だ。ふむふむ。稲田家と主君である八須掛との関係は戦国時代まで遡るんだが、稲田家の祖、稲田種元は八須掛正勝と義兄弟の関係で、共に羽柴秀吉に仕えていた。正勝の子八須掛家政が阿波に入国した際、種元は八須掛の客分となり、その後、時が経つにつれて客分から家臣になったという特殊な経緯があったんだ。ほうほう。稲田家は家臣になったとはいえ、その成り立ちと、洲本城代地領1万4500石を長年務めていた関係から、八須掛家中において、反独立的な立場になっていたんだ。徳島藩は何万石だったの？約26万石なので、家老が1万4500石というのはかなり特別扱いだな。当然、稲田家からすると他の徳島藩士とは別格という意識があり、八須掛家や他の藩士との関係も複雑なものだったんだ。主君との関係性は違うが、家の成り立ちは、熊本藩における細川家と八代城代松井家との関係に似ていると思うぜ。そろそろ、例の事件とやらを聞こうではないか。お腹も空いたことだし。まずは幕末の情勢から説明するな。幕末期、八須掛家の当主は徳川将軍家からの養子であったため、砂漠派として行動していたんだ。ところが、稲田家は主家である八須掛家の意向とは異なる。尊王派として、藩内では異なる立場にいたんだ。むむ。稲田家臣は、洲本藩稲田藩などと称して、独立して倒幕活動に加わり、戊辰戦争では征討総督府有栖川の宮の護衛を務めるなどし活躍している。最終的に徳島藩は尊王派で統一され明治維新を迎えるんだが。迎えるんだが？ここで問題が起きる。藩籍奉還後に明治政府は旧武士階級を士族と位置づけるんだが、八須掛家の実親が士族なのに対して、稲田家の家臣は、家来の家来、つまり陪臣として、一段低い卒族という扱いになってしまったんだ。あうち。稲田家は大名並みの治療を有していたため、その家臣には数百石取りも多数いたんだが、稲田家側としてはもともと八須掛家と同格であった家柄に加え、当初から尊王派として活動していた自分たちが卒族とされたことに抗議するんだが、新政府としては、日本全国どの大名家にも及ぶ問題なだけに、稲田家だけ特例を認めるわけには。それでどうなったのぜ？納得がいかない稲田家側が取った次なる行動は、淡路洲元藩を新たに立藩し、徳島藩から独立させることだ。稲田家当主の国種が大名になれば、その家臣は士族ということになるからな。なるほどそうきたか。稲田家側は、つてのあった有栖川の宮や岩倉智美などに訴えかけていくんだ。一方、徳島藩士たちはこの稲田家側の行動を、主家八須掛家の裏切りと激怒する。むむ、雲行きが。徳島藩士の強硬派は、政府と稲田家の間で平和解決を目指す徳島藩長の態度を、弱腰として、武力による稲田家制圧を主張するんだ。私はただ淡路島バーガーが食べたかっただけなのに。とにかく、稲田家側と徳島藩の間に亀裂が入り、政府は稲田家中を北海道に移住させる解決策などを検討していたんだ。そうして政府は、問題解決のために、徳島藩知事と稲田家当主双方に状況を命じるが、双方が状況している最中に、ついに徳島藩士の強硬派が決起したんだ。徳島藩士の強硬派は、武装して結集し、徳島での稲田家領と、淡路洲元の稲田家本拠領方を襲撃しようとする。誰か止めてー。徳島藩長は、藩内での武力闘争は海域の恐れがあるとして襲撃を止めようとする。実際に、上京した藩知事には、岩倉智美から、稲田家側に手を出したら徳島藩は海域にする。と言われている。
徳島藩長は、藩主一族まで出て強硬派を制止しようとするが、強硬派の部隊は言うことを聞かずどんどん進軍していったんだ。徳島内の稲岳領に進軍していた部隊に制止に向かった。藩長側の下城官兵衛と牛田九郎という役人は、進軍を止めない強硬派の前に立ちふさがり、どうしても行くなら我らの屍を越えていけ。と言い、自らの死をもっていさめようと、二人は腹を切ったんだ。さすがに強硬派も一旦進軍を止め、二人を近くの寺に運び手当てをしたが、二人は生き絶える。しかしそれでも進もうとする部隊に、藩長側は岩倉朋美の言葉を伝え、ついに、徳島内の稲岳屋敷、稲田領を襲撃しようとした強硬派は説得に応じ、部隊は撤収したんだが、淡路島にいた徳島藩士強硬派は農兵まで大量に集めて藩長の説得に応じず、洲本城下の稲岳とその家臣の屋敷を次々と襲撃していったんだ。800人以上にもなった部隊は、大砲や小銃までも用いて襲撃を続け、稲岳側は、女性子供を含め、死者17人2名は自害、重軽傷者20名の被害を出し、多くの屋敷も焼き払われたんだ。結局止められなかったのね。徳島でも洲本でも、襲撃の際、稲岳側は一切無抵抗だったと言われている。どうしてなの？抵抗して喧嘩両成敗となり、洲本藩独立の夢が消えるのを避けたかったんだろうな。その後どうなったの？事件を重く見た政府により徹底的に調査が行われ、徳島藩ぐるみではなかったことから、蜂須賀家の改易は免れたものの、まず10名が斬首とされた。なお、これは蜂須賀家の嘆願により、最終的には武士の体面を保って、斬首ではなく切腹となっている。その他、八丈島への囚人累計27名、禁錮81名に及び、藩知事の蜂須賀持明も謹慎処分となっている。稲岳の人々はどうなったの？無抵抗だった稲岳家臣には念願の士族身分が与えられたんだが、北海道静内と四股担当への移住が命じられたんだ。士族と引き換えに、故郷を去ることになってしまったのね。稲岳は北海道での開拓に従事することになったんだが、移住船の遭難や、移住地での退化など、苦難の日々を送ることになる。襲撃での被害から苦難続きじゃない。稲田家臣による過酷な開拓の状況については、吉永さゆりさん、渡辺健さん、石原さとみさんらが出演した、映画北のゼロ年でも詳細に描かれているぜ。あれは稲田家臣団のことだったのね。この事件は交互事変または稲田騒動と呼ばれており、この騒動がきっかけとなり、最終的には明治9年に、淡路島は兵庫県に編入されることになったと言われている。今日の話はこれでおしまい。最後までありがとうございました。